たします。本日のメンバーはこの3人です。はるやです。あー、こっちゃん。はらちゃんです。イエーイ、はらちゃん。はい、チームで一番大きいジュナンです。イエーイ。今日の格好今までになかったよね。ハードロックな感じですね。いいですね。どうですかこういう感じ。ハードロック、いやいや、いいです、いいと思いますよ。個人的にはジュノンさんにもうそのメイクしてきてほしかったです。ハラちゃんの方、いいねいいですか、見えてますか。こっちゃんだいぶ久しぶりだよ、はい、いやこう久しぶりにやっぱ会うとまあ可愛い。なるほど。久しぶりに会うとちょくちょく会ってると、あ、やばい女だなあと始まる前自分で前髪切ってたよね。はい、どうですか。完璧です。ね、可愛いですよね。可愛いです、ほんとこんな綺麗に自分でできることある。ないっすね。ダメだ、ちょっとやっぱ久々になったから個性の虜だ。さあ、それではね、本日の企画を発表いたします。本日の企画はこちら、ザ・ファーストテイク指定された男だせ。どうしたのこっちゃん、なーにそんな浮かれ。罰ゲームしに来たみたいな。そんなことないよ。なんで打たれ自信ないの。まあそっか、クソうんちだもんね。いや、罰ゲームありますか。罰ゲームありますよ、そりゃ。でも1位の方にはちゃんとございますから、そのジロンさん、ジロンさん、ジロンさん薄めで中身を見ます。サイバーちゃんとアントニー君。だからこれはもうね、もうザ・ワーストテイク指定された音を出せっていう、まあ、タイトル通り音感を認識するアプリがあるんで、それで同じそのドとかレとかの音をいかに正確に出せるかという。あ、パラちゃんどうなの歌。私得意ではないです。ちなみにカラオケって何歌うの。お箱は、シューズショートさん。おお、マイブー。ああ、ほんとおめえみたいなギャル日本に500万人いる。はい、ということでですね、まあ、1人3回トライしていただいて、いかにね、あの誰かがしっかりした音感を持っていて成功できるかという。これはね、もうあの嫌なんですけど私も参加になってるので。イエーイ、やったー。アントニー君ってカラオケで何歌うんですか逆に。あ、俺、うん、まあ、お魚天国。魚ということでですね、ザ・ファーストテイク指定された音を出せ参りましょう。じゃあまず誰からいこうか。でもじゃんけんしよう、負けた人からね。 OK、 最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、よっしゃ。じゃあジュノンさんから。最後、じゃあはるちゃんは3番目、はい、じゃあ1、2、3、4、この順番で3周回りますからね。はい、はいはい、それではジュノンさんよろしくお願いします。サイバーちゃんとアントニー君。ジュノンちゃん、なんかこの音で弾きたいとかある。好きな音ないんで。じゃあもうベタにドでいく。はい、最初は、はい、であと別に何でもいいんだよ。ドとかじゃなくてグーでも自分がどの音階を出してればいいから。はい、ジュ、はい、でもいいですかね。はい、はい、じゃあそれではいきますよ。ザ・ファーストテイク。どう。あ、今のはシらしいです。嘘、めっちゃ出たらだった。シ、シ今めっちゃ出たらだったですか。高いのってこと。あ、そう、今のは高いね。へぇ、めちゃくちゃシでした。バツって、ね、これやばいわ。怖いの。これやばいわ。じゃあさすがに伝えるか。はい、絶対無理。絶対無理って言った。この姿見たらいけそうじゃん。じゃあラでいくわ。いいですか。ザ・ファーストテイク。あー、Cでした。近いの。近いよ、近いよね。すごー、全く近いとか分からない。令和のギャルだね。いいね、ネオギャル。何でいく、何でいく。高いよ、この音。ドーンドーン。いきますよ。ザ・ファーストテイク。今のは、なんかドらしいですけど、
違うトロだったよ。いや、なんかこれ逆にこっちゃん得意って説出てきた。いけそうな気がしてきた。じゃあシンクシ、それみはそらし、うん、いきますよ。ザ・ファーストテイク。じゃあ逆に今度逆からやる？そのままに今日いく？お、いいよいいよいいよ。じゃあこっちはまた音選んでいいよ。ド。ド。お、低いドで。いきますよ。ザ・ファーストテイク。シーン。やだ。サイバーちゃんとアンドリー君。じゃあ、ハラちゃんいきましょうか。ド。ドでいきますか。みんなド選びがち。いきますよ。ザ・ファーストテイク。ドーソーじゃあここで俺が抜けちゃうべきか。だからさっきと同じ音を出すつもりでシでいきます。おー、覚えてるかな。ザ・ファーストテイク。シーフォでした。そうね、いきますよ。 The first take。 ファッ。惜しい。はい、じゃあこのまま引き続きジュロンちゃん。あ、わかりました。じゃあラで。ラでいきますよ。はい、 The first take。 ラファッ。
テイク。ラー明らかにさっきのラー今ソだよね、ソなのにラーっつったよね、で今ラーだった。これはひどい失敗だ。
ああいうあの上の部分を取ってちゃんとつけてる。安心して、安心して。上の部分をつけてる。あらちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。もう髪最悪じゃん。